ようこそジャーナーの皆様、ちゃんたまごです。まあまあかわゆちゃまを置いておきまして、じゃーん、逆は妹、あ、間違えた。ジャンユーが巨乳になったらメンバーのゲイキさんとジュンペイは気づくのか。まあ前回ね、やったんですよ。お兄ちゃんは妹が巨乳になったら気づくのかっていう動画をやったんですよね。で、まあ私は元気ジャパンに8月に入りましたと。でまあね、ゲイキさんもね、ジュンペイも私のことをまあそろそろエロい目で見てるんじゃないかなと思ってますので、私がだんだんとね、巨乳になったら気づくのかというね、モニタリングをしていこうと思います。それでは早速やっていこうと思います。 Just do it! はい、というわけでですね、まあ、早速やっていくんだけど、2人がね、来る前に私は監視カメラを設置しておいたので、まあ、とりあえずまず何もない状態、この壁の状態で2人のところに行って、まあ、2人のね、会話をね、弾ませていこうと思います。またセニューリーさん、元気さん、またセニュー今日はなんかハプニング、どういうこと？ハプニング、あ、うちは水井、いいじゃない、あの、僕調教してないからね、支配もしてないから僕はね、こぼした。全然それはね、こぼした。優しい、みんなに水であげて。いや、こぼしたって。急にどうした、お前今日。いや、急に優しいやん。いや、なんかさ、やっぱ、YouTuber とやりたいっていう女の子いるんやなって思って。あー、来たんだ。え、普通に友達？元友達？いや、普通にナンパ。YouTuber とやったのステータスみたいな感じ。うん、だから100万人いってねんじゃん。分かってきたんですけど、まあね、まあ何もしてないので、まあ、気づくも気づかないもないので、まあ、とりあえずね、第一段階としておっぱいをちょっと大きくしようと思います。大事なんか入れるものはこちら。ブルーピシッ、靴下、こんな感じかな。で、ちょっとここに入れていこうと思います。まあ、こんな感じですね。もう片方も入れていきます。え、はい、というわけでね、第一段階、靴下を入れた状態がこちらになります。まあこれでもだいぶ割と内からしたら結構巨乳じゃないんですかね、これは。まあ、とりあえず行っていきたいと思います。俺としたくないんだったら俺はやらん。俺としたくないんだったら、やっぱね、愛が足りてないんですよ、彼は。愛が足りてない。愛されてないから、やっぱあの、俺の肩書きじゃなくて俺を抱いてくれっていう気持ち。そうそう、あ、でもそれはめっちゃあるから。そういうとこめっちゃ何の仕事。うちがおらん間に離れてさ、悲しいけど良くないから今日なんか、いいね、なんか。いや、なんか、美には気を使っていかないかなと思って。なんか姿勢とかちゃんとした方がいいって、なんか昨日なんか、あれちょうど見たよ、ネットでなんか。いや、しょうもない。ガチ、そういうのはすぐ影響してしまうタイプやけ。アバあるん今日。いや、今日なんか欲しいかな。あ、しょうもない。しょうもない。多分来る人、来る人にも必要。ということでですね、ちょっと帰ってきたっちゃけど、まあ、結構これでかいと思ったんやけど、まあ、2人全く気づいてる素振り1秒もなかったけん、今日なんかいいね、なんか第2段階に行こうと思います。あ、第2段階はちょっとこれ抜いて、え、ってか起きやすい、やばくね。第2段階、ピシュー、元気さ、元気さんの、まあ、元気さんのパンツをね、元気さんの部屋から勝手に取ってきたので、これを折りたたんで入れようと思います。いや、ほんとにね、いや、もうこのダッサいパンツを履きますね、こんなラブとか書いちゃってね。中学2年生ぐらいの子が履くパンツですね、これは。ほんとにドゥルドゥル、ちょ、はい、ということですね。まあ、さっきよりでちょっとこう大きめのおっぱいが元気さんのパンツを入れて完成したので、早速言うて、何、1週間ぶりくらいっけ、会うの俺ら、うん、なんて、いや、どうね、1週間ぶりくらいじゃない、なんで1週間ぶりくらいじゃない、元気さん1週間ぶり、うん、来た、元気さんだな。そうそうそう、でも確かに体感的にはそれぐらい、体感的に、いや、うちもそれ食べたい。これもう食べ過ぎよ、元気ジャパンで、本当に。いや異常だと思うよ。いや、元気さんがめっちゃ食べる、うち食べてないよ。めちゃめちゃ余っとうもんだって。
反省したんかね、マジで。なんやろ、キムチ勝手に食べるとか、納豆勝手に食べるとかさ。納豆お前な、それは。お前食べてないよ。こいつまず人の納豆めっちゃ食べて。食べてないよ。やばい。いや、こんなの食べたよ。こいつやばい。やばい。うんうんうん、お前飲んでんねん、さっきから。お前お前、よくないよ、それは。飲むなって。しかも、精子もうまく生成されるから。いや、お前ね、気持ち悪い。え、プロテインじゃない亜鉛でしょ、精子は。お前、タンパク質もいるな。え、どうでもいいけど、その話。いや、確かに。朝から、さっきからさ、ケイの話とかさ、プロテインとかさ、ケイの話とかさ、行ったやん。今日3人。さ、帰ってきたと思ったらそれ。いや、もう久々にさ、1週間ぶりに帰ってきて、これは最低ですよ。1週間ぶりに私を見てどう？やっぱん、あ、脇のやつやって、脇のやつやって、脇のやつ。ワーダックスのバケじゃない、なんでワーダックスの脇が出たい出たいとうずいておりますので。いや、彼見てないじゃん。全然見てないとか。見たいじゃない、集結大サービスでございます。え、脇ついだって濡れとっちゃうけど、なんて脇やめて。脇汗か、脇汗か、それは脇汗が楽だろ、お前。存在忘れとった。さっき脇毛抜いたんや、そしたら脇汗かいたんや。なんかなんかない、なんかうちなんか最近やっぱ気を使ったのにとかにこう私綺麗になったなとかないですかっていう、そういう話。俺は元が綺麗だと思ってるよ。ちょっとちょっとあっち向いて、あっち向いて。いや、お尻やっぱ。いや、は長いんだ、確かに。なんかお尻は長い。バランス悪いよな、やっぱり。美とか聞いてくるけんさ、ちゃんゆうが。え、今何時？足7センチだ。10時56分。やっぱ洗濯物開けます。なるほどね。はい、ちょっと今帰ってきたんですけど、ちょっと場所を移動して、ちょっと話しかけてみたんですけど、それでもね、全然気づくそぶり。ゼロ、あいつらはうちのことをいつも見ていないという証拠だ。第3段階。ケミさんのパンツを追加する。いや、これまたダサい。これを入れた状態で、もう1枚パンツを追加したら、さすがにね、ビッグボインになるので、気づくんじゃないかと思いますので、ちょっとやっていこうと思います。これ大丈夫かな？さすがにこれ、もう気づかんとやばいけどね。第3段階目、まあ、これはさすがに気づくでしょうということで、これはやばいよ。え、キモくね。これでさすがに気づいてくれると思うので、早速行ってこようと思います。やっぱりでもね、そうね、なんでさっきから出てきてマジ何だって、用事があるじゃん、しょうがない。用事がある、なんかある。いや、洗濯とかしとったもん。ああ、洗濯寝といてとか言っとったし。もう編集せないかんと、自分もせないかんや、さっきからさ。いや、これ食べようもん。かっきりいいや、あれが自分にお話ししたいんだから、そんなこと言わなくたってさ。ここしかしてない、こいつあんましてない、さっきから。元気さ、なに。何でしょうか。いや、何でもない。気持ち悪い。何何何、笑顔がキモいな。キモい。キモい目で見てんだろ。私のこと性的な目で。てるってテルルルルテル。おっぱいないやん。え、順平、順平ないの。何しようと、お前。何しようと。何何何何何何しょうもな。なに、ちょっと待って、ちょっと待って。なんて、やばい。これはもらえる、これは持っていい。やばいって。わかったな、にこれ。かわいそうね。見てください。うん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 、ここです。回してんの、それ。ボインボイン回してますよ。まあ、なんかあるなとは思ってたけどね、ちょっと。ここです。ボインボイン。ちょっと横見て、横見て。いやいや、まあ、ない方がいいんじゃない。いや、なんか今日はパッとなんか普通に見てんのかなぐらい。元気さんのパンツ入れたい。出てくる、出てくる。いや、パンツださい。いや、パンツださい。なんやねん、パンツ。え、なにこれ、なにこれ、ドッキリ、ドッキリ、ドッキリですよ、メンバー。おい、俺のパンツ。俺のパンツ。メンバーがおい距離になったら、え、待って、小柄のところ見ちゃった。今しかも、チンコのところ見て、ちょうど。いやだ、ちゃんゆうが巨乳になったら、メンバーの松本純平、松枝、松枝純平と石川元気さん気づくのかっていう検証でございまして、まあ気づいたんですね。以上です。
はい、今日の動画がいいと思ったら1日5回見てください。良くないと思っても1日5回見てください。私の巨乳がいいと思った方は1日10回見てください。チャンユーのお尻がまな板だと思った方は、お前お尻がまな板初めて聞いた。もらえてたよ、こいつ。なんか、ベローン。確かに。ってなってますね。ぬらりひょん、ぬらりひょん。5回見てください。ぬらりひょんじゃないな。塗り壁だ。カットー終わりでーす。